この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。元気が出る医療の時間です。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘と、いつもの政策委員長小谷先生です。小谷先生こんにちは。どうもこんにちは。パーソナリティの内科医師の大谷春代です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、先生このですね、京都医療福祉ラジオの、並行している企画として、はい、iPad、 そう iPad を皆さんご存知ですかね。聞いてる方ちょっと知らない人もあるかもしれないね。そうですね。なんて言ったらいいんですかね、あれ。あれはノートぐらいの大きさのね、テレビ画面みたいなもんで、まあ、パソコンみたいな感じなんですね。はいはい、でそれを手で触ってね、手で触って入力したりいろんなことができて、でいろんな、まあ、パソコンみたいにできるんだけど、僕らが使おうとしてるのは、まあ、ゲームとかね、楽しいことに使おうと。なるほどね。それをお年寄りのところに持って行ってね、はいはい、楽しんでもらおうと。楽しんでもらうだけじゃなくて、そこでコミュニケーションをね、取るツールとして使おうという企画がね、入ってますよね。そう、はい、それをね進めてるんですけども、はい、今日は、その企画に参加していただいている、あ、学生さんをね、そう募集してたよね。そうなんですよ、募集してて、ね、引っかかった、そう興味を示してくれた、そう言葉で興味を示してくれたね、はい、お手伝いいただける学生さんですよね、はいはい、ゲストに来ていただいてますので、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、京都工科女子大学キャリア形成学科1回生の星山奈美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。星山さんは、京都医療福祉ラジオっていう形で高齢者の方と iPad を使ってコミュニケーションを取るっていうことに、まあ、はい、興味を持っていただいたんですけども、もともとなんかそういう福祉系のなんかしてはるんですか。あ、視聴覚障害者のガイドヘルパーってやつをしています。ボランティアでした。ボランティアで、あ、今はバイトとして仕事で、あ、お仕事ですね。あ、なんかちゃんと資格持ってやってるんですよ。あ、そうなんですよ。あ、そうか、すごいな。そうなんですよ、ね、目の不自由な方の外出のお手伝いをしてはるんですよね。はい、あ、はい、そうです。なるほどね、なるほどね。じゃあ、その中でですね、まあ、今回は iPad を使って高齢者の方とコミュニケーションを図るっていうことなんですけど、先生実際やられましたか。そうで、今こうちょっと見本がありますよね、はい、で見本があって、はい、でこういうものを使ってね、はい、僕往診に持っててね往診、まあはい、個人の往診とで、はい、グループホームの往診とあってね、はい、両方持って行ってね、はい、でこれ使って、はい、でもう普段からまあコミュニケーション取れてんだけど、はい、こんな面白いのもあるよとか言ってね、はい、ゲーム実際してあげるとね、どっちも喜ばる、はい、ああ、喜ばれましたか。そうそう。でね、一番嬉しかったら、パーッと拍手してね、あ、どういうゲームかって、花火のやつ。はね、花火のやつをね、花火を、はい、手で押すと、花火がバーンと打ち上がるっていうのがありますよね。画面を指で押すと、そうそうそう、花火が打ち上がるんですね。持ち上がるってやつね。それをね、やってあげたらね、はい、まあ簡単ですよ。はい、ね、でそれで話が弾んだっていうのありますね。なるほどね。鎌田さんは持って行ってるんですか。あ、僕もね、持ってきました。訪問看護に行った先で、まあ、ちょっと簡単なリハビリ、生活の中でリハビリテーションしてくれっていう方がおられて、はいはい、まあ、そこに行って、まあ、普段はこう体操なんかしながらやるんですけども、はい、まあ、指先でも運動になるかなって思ってたんですね。はい、そうしたらやっぱりその花火を打ち上げるのは単純に抑えるだけなので、はい、こう抑えたら花火がボンって打ち上がるので、やっぱりそこは面白がってやってくれましたね。そうだね、あれだから面白いですね。そうそうそう、大事なことはね、やっぱりね、その花火を打ち上げることが目的じゃなくてね、はい、その操作の仕方を教えてあげたりね、うん、手の指の動かし方を教えてあげたりね、うん、その間のね、会話がいいんですよね。そうそうそう、それが大事でね、うん、やったらまあ誰でもできそうなもんだけど、うん、それをまあちょっとそろそろやらはりません、はいはいはい、それをね、こう簡単できるねって言いながらね、指こうすねでっていう、そのね、うん、会話がね、結構面白いと思う。そう、手を触ってあげたりね、はい、いうの、まだ初めてからちょっとどうしていいか悩んでるんじゃないですか。そうなんですよ。もう行けはった、どっか。まだ行ってないんですよ、それが。あ、これから行けはるんですね、はい、どこに行けはるんですかね。ね、特別養護老人ホームのビバーラ十条っていうところですけど、はい、あ、はいはいはい、行きはるんですね、はい、うん、今度行くんですけども、ドキドキしてます。どこが不安ですかね。なんか聞いてみたいことある、こっち側に。あ、なんか何を喋ったらいいのかと、うん、どのゲームが一番人気があるのかが知りたいですね。あ、なるほどね。人気はね、うん、僕らなんか今まで経験的にあるんだけど、うん、話のね、とっつき方やね。そうですね。なんでこんなもん持ってきたんやっていうのがあるかもしれない。
で普段はやっぱりね日常会話的な話からおじいちゃん元気かっていう話があってね、はい、今日はちょっと一緒に面白いことしようかぐらいでいいんじゃないですかね。あ、そうです、そうです、そうです。だから変に構えていく必要もないですね。ないです、ないですね。だから結構ね乗ってきはりますよ。あ、そうそうそう、本当ですか。乗ってきはります。それは心配ないです、うん、だから最初はやっぱりねこういきなり今度はこれどうせ使うじゃなくてね、はい、日常的なおじいちゃんなんか好きなもんあるとかね、はい、いう話からね入っていかはったらいいんじゃないですか。あ、そうですね、そうするとね結構話が、やっぱり高齢者の方もやっぱり時代の最先端に触れたいですよね。全く興味がないわけじゃないですよね、きっとね、はい、だからこれで、ね、実際行ったらね、まあ、施設の場合はね、はい、スタッフも喜んでね。そうなんですか。スタッフも喜んで、スタッフは普段コミュニケーション取れてるから用意してあるからね、はい、スタッフの上手にしちゃったね、やっぱり。ああ、なるほど、ね。なんだこんなやでとかね、こんなことできる場合で自分らも楽しんだったからね。あ、自分も楽しまなかったんですよ。ね、わーとか拍手したりとかね。そう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 。うん、だから、先週ね、はい、人の話を聞くっていう話題で、ね、先生としたんですけども、本当に。聞いてあげるのって大事だから、これを持っていって、はい、まあ遊ぶのも確かにねあれなんですけど、その中でそれをきっかけにして何か聞いてあげるっていうね。そう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 、なるほど、うん、だから黙ってねさせるだけじゃダメです、やっぱ感想を聞かないと、そうそうそう、どう思う、どう、すごいとかね、あ、自分でその思いを出させてあげなきゃなんです、これできたできた、上手上手じゃなくてね、これ面白いけどどう思ったとかね、あ、なるほど、昔こんなんなかったやろとかね、要は会話を引き出してこないと、そのツールやからね、これは目的じゃないからね、そうそうそう、だからそれは結構話進むと思いますよ。だから昔ね、じゃあ昔はどんなことして遊んでたのとかね、そうそうそう、昔のことを思い出していろいろ話してくれると思いますよ。そうそうそう、なるほど。でこれ楽器もできますよね、ピアノとかね。あ、できますできます、で結構ね音楽の好きな人とかね、はい、やっとちょっと弾いてあげたりね、一緒に歌いますよ。あ、一緒に歌ったりも、これピアノ弾きながらね、簡単なピアノ弾きながらね、桜桜とかね、メダカの学校とかね、弾きながら歌うと喜んで歌われますよ。それはいいと思いますね。あ、それはいいです。なんか弾けます？あ、芦田さん、チューリップぐらいやった。チューリップ十分十分、チューリップ十分ですよ。何ですか、なあ、それでちょっとね今からちょっと練習しといてね。そうそうそう。あ、本当ですか。で好きな歌あったら今度まで練習しとくわねとかね。ああ。言うと、ほんならこの間ね聞いたやつで今日やるよとか一緒に歌おうかとかね。なるほどね。歌を歌うと人寄ってきはりますわ。そう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 。歌とかはいいかもしれないですね。なるほど、歌ですか。みんなが寄れるからね。そうそうそう。みんなでできるやつね。はい。だから特別養護老人ホームさんなんで、そこにね、そこで生活してる人たちがこう何人もいるので、はい、その人たちを、まあ、何人かね、みんなでなんかみんなで楽しめる方がいいですかね。そう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 、1対1よりでも1対1だとね、うん、まあ、子供と子供さんと一緒でね、はい、なんであそこだけあんなこと言ったんでキャーキャー喜んだんやと思わはるんです。ああ、なるほど。そう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 、みんなが、ね、巻き込まないだから、僕らがグループホーム行ったらね、握手して回るんだけどね、一人で済まない、みんな回らないとね、今日私握手してもらってないとか思わせるようになるから、やっぱ巻き込んでするのがいいかもしれんね。そのたくさんおられるとかね、個人のねとこ行くには全然問題ないんだけどね、でちょっと横でこう知らん顔したったら、ちょっとねおじいちゃんも入りいいなとか言うとね、一緒に歌おうやとか言うと、そしたらその藤田さんとその利用者さんじゃなくて、利用者さんと利用者さんの間もうまくいく、なるほど、ね、いいですね、そういうのはね考えやったら、そう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 、こうしたらうまくいったよって教えてもらわなきゃ。僕らもね、そういう レポートしてもらうんですよ。あ、そうそうそう、なるほど、そうなんですよ。あ、なんかだからこのまたね、ラジオで喋ってもらうんですよ。そうそうそう、はい、もうすでにね喋らはった人おられました、レポートしてくれた人、はいはいはい、非常にねいい話してありました。あ、そうですか、面白かった、楽しかった言うてね、あ、こんな発見があったとかね、あ、はいはいはい、だからそういうものをレポートしてもらうための、ボランティアやからね、はい、ぜひそういうの、そうするとね iPad の価値が上がってる。あ、そうですね、なるほど、難しいもん使わんでもいいやんと思った人がね、はいはい、そんな効果があるんや、そんなええとこあるんやというと、これの値打ちが出てくるから、それは藤田さん次第やな。そうやね、プレッシャーが、この企画が乗るもん。僕らはかけないな。僕らかけない。君らの若い学生さんのね、もうパワーに関わってるから、うん、だからそういうのを収集しようというね、こんなええとこあった、こんなうまくいったことある、こんなおじいちゃん喜んでるとかいう、そういう発見ね、僕らも未知の世界やからね、そうですね、そういう発見を集めてくると、なるほど、それのレポーターやからね、はい、君ら失敗したら僕らの声聞かう失敗
どうしましょう。大変やねんな。そう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 。だから僕らなんか変に職業柄なんか分かっていっちゃってるとこもありますからね。僕らねちょっとね分かりすぎてるからね。こうしたら喜ばはるやろなとかね。はい、さっきちょっとねやってしまうから、君らは、ね、初めてフレッシュな気持ちでね。うん、それでもうドーンとぶつかって。そうそうそう。向こうもねやっぱり若い人の喜ばはるからね。そらそうですよ。そらそうほんまそうですよ。本当ですか。握手でも、ね、若い人の握手の力と僕にする力と違うんです。ひがみというなるほどね、うん、まあ、そういう期待を込めてますんで、うん、ね、そう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 、だから逆にあの今ねちょっと不安なこと聞いて答えちゃったけど、はい、それにとらわれずにやってほしいですよね。そう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 、あ、なるほど、学生さんの若い感性でね、うん、やってもらう。でね、逆にね、はい、こんなことができたらええのになとか言わはるんですよ。あ、そうなんですよ、うん、貴重な意見を。そうそう、高齢者の、そうすると、ね、それに答えられるようなアプリというかね、うん、ソフトを探そうかとかね、今漠然と探してますよ、うん、こんなんある、こんなんあるじゃなくて、ね、こんなん喜ばし、今度将棋言うたら将棋のもないかなとかね、そういう目的が見つかりますんでね、うん、そうそうそう、どんなことがしたいとかね、うん、それ聞いてきて、ちょっと、あ、それ聞いてきます、次、うん、そしたらもうあのこの番組でアプリ開発して売りましょうか、はい、そうそうそう、おー、すごいです、それいいですね、うん、そうそうそう、うん、なんか次のねまだステップにね、はい、何かこう作って作り上げるとかね、うん、できたらいいなと思うんで、ね、それでねもう一つはね、今複数のね学生さんが、はい、皆さんね、あのボランティアしたいって来てくださりますよ、はい、そうすると学生さん同士のね話し合いの中で、私こんなんしたけどよかったよとかね、うん、僕ら抜きでね、まだ座談会的な感じでね、うん、話してもらうとね、僕らよりも実際行ってんやから、あ、そうです ね、僕らは分かった人のとこ行ってるけど、君ら初めてやからね、はい、優しさがあるしね、そう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 、余計にねこうやっぱり初対面の人とのコミュニケーションのね、そうそうそう、こうワンクッション置くね一つの道具としてはなんかいいなと思いますからね、そう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 、僕なんか行ったら90何もおじいちゃんのところでね、はい、ひ孫さんいるんですよ、はいはい、ひ孫さんが乗ってきて、あ、そうなんですか、あ、でもねそのね、なんていうん、高齢者でも使えるし、ちっちゃい子でも使えるから、はい、そのなんていうんかな、そのお孫さんとかのね一つのこう、あ、世代広く、そうそうそう、使えるから、ね、あのどんぐりころころのねピアノ弾きながらひ孫さんと一緒に歌ったらね、はいはい、ものすごい喜ぶんです。そう、喜んでる姿をおじいちゃんが見てね、またニコニコした。あ、なるほど、ええ話ですわ、おじいちゃんがねやっぱりひ孫がね喜んでると見てて嬉しいよね、うん、そういう効果もある。なるほど、だからさっき言ったようにみんなを巻き込むことが大事、巻き込むことが一対一じゃなくて、うん、それはできますよ、そうですね、今日は勉強だったな、勉強になりました。次行くのすごい楽しみです。楽しみ、よかったね、最初不安やって不安やって言ったけどね、そうそうそう、楽しみになって、あ、よかった、はい、不安から楽しみになる。それがうまいこと君が言ったら今度友達が支えるよ、あ、こんな面白いことあるよ、うん、やっぱりね、医療の医療とかその福祉とかね、うん、そういうののやっぱり現場行かなあ、何本もページめくってね勉強してもね、はい、もうそれより得られるものははるかに多い、なるほど、うん、だからそういう意味ではね、そういう場をフィールドというかね、はい、そういうところを提供したいというのもあるんですよ、学生さんにはね、そうですね、だから本当にまあ、最新の道具を持ってね、うん、高齢者の方と触れ合ってそうね、楽しんでもらう、お互いにね、うん、だ、自分が楽しいと思ったら相手もね、だんだん楽しくなってきますから、スタッフだけ楽しくてないから、そう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 、自分が楽しんでてふんって感じたらちょっと悲しいですからね、それはないですのでね、はい、うん、だからじゃあまだねこれ持っていって、はい、頑張って勉強してやってきて、はい、また報告してくださいね、了解しました、楽しみしてますんでね、はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様でした。